足りぬと感じる者もまたいるか。いや、鋭い指摘だ。感謝するぞ、イサヒデ。
けどもう一丁悪いな小次郎とことん俺に付き合ってくれ。
面白い。その息吹世に見せてくれ。あんたは見事に這い上がってみせた。俺は破れた連中全てにそんなチャンスを与えて竜王の世は理解しただろう。言ったならあんたも消え。竜子を追と呼ぶならば世の追とは何であろうな友よ。こら聞こえたんだぞ。あんたの中じゃとっく答えは出てんだろ。くさぶりの見つけた。くだらねえことやってるよな。どうのお前がぶっ倒れてはい終了ってなるのにさ。ならやってんが俺は何度でも目を開くぜ。敗者にその業を負わせるからこそこうなってしまうのだぞ友よ。定めの車輪番よ。やってやろうじゃねえか。ありぬこんなとこでこんなとこで。お前今からぐちゃぐちゃになるけどいい？いいよね。おい誰だ。誰か一人は消えた。紫の世は終わりを告げた。地よ天よ示せ。ただ赤黒く今だ。まずしてもでは諦めで俺の理想を望みのままに誰もが必ず立ち上がる。問題はない。乱は終わらぬ。終わらせぬ。人よ回せ。定めを回せ。そして願わくば打ち砕いてくれ。どうだ上杉、時には小村の世に身を置くのも悪くはなかろう。氷たるその方に生まれて初めての熱を送れた。これ以上に喜ばしきこともないな。恐れながら私はすでに豊臣に合流とのこと。乱世がさらに荒れますな。行くぞ我が左腕。はっ。ウワイ。あっ、うん、地下に誰かがいるみたいですが。ヘッヘッあれれ、なんてこった。恐れながら私はすでに炎を帯びておりました。ほう。海野と武田信玄と相まみえし戦、あれに勝るホテル私は未だ知りません。うん、そういえばその方は長らくかの雄と競り合いを続けていたのだった。王敵衆己が追というものか。それは世の知らぬ限りだ上杉。羨ましいな。
どうだ上杉。よっ続け。私はサワ、あらゆる罪を逆せし刃。わしはウア、思いを継ぎ人を守る拳。これぞ豊臣の系譜。見よ日の本よ、これこそが誠の力よ。なるほど、こうした末もまたあったということか。ではその後らの決断存分に見せてもらうとしよう。そうか、ああ私は何も悔いてはいない。三成よ、我に英語に使える許可を与える。その通りよ、ただ胸を張って歩むがよい。家康よ、ハンベ、あなたがわしにあえて望みを託すというのなら心せよ。これは我ら豊臣の正当なる世に示さんがための決め戦よ。なんともはや喜ばしい。要はまるで分かってなどいなかったのだな。そう、要は未だ全能にほど遠く、故に新たなる熱を知れるのだ。真よ、上杉軍は現在川中島へと兵を進めております。川中島か、なるほど。真よ、
皆の準備を急がせよ。我らは続け。我らの天命、その流れ着く先、それは定めの地、川真中の島。武田、上杉、次なる領有よ。この足利義輝がうぬらの奇跡を見届けようぞ。足利子、何故この地。うん、お主が招いたわけではなさそうじゃの。打ちやすいぞ。ありぬか。主の名に恥じぬよう狂うことこそ我らが務め。行け行け室、飽き昇ること恋のごとく。恋は滝を昇り、きつつきとなれみ。東の抑えは私に一任されていたはず。何もとか兵を差し向けるほどの大事。案ずるな上杉、世はただ二回だけだ。心躍る競り合いとやらをな。甲斐の虎との戦、今や神事の命。世に名だたる足利の見せてくれ。汚すことは叶いません。その方にそこまで言わせるか。至る者とは実に奥深いな。見せてくれ。君のくるぶしを一つ、兵卒らの涙が見えるか。ひなど、いざ虎の巣。
者は竜の玉の杖を。この陣はもうダメだ。一旦引かねえと総崩れだぞ。おもや、士気は増えてか。世が指南しても。
血が重み、万夫百獣に知らしめよ。おう。
壁は破れても我が軍の壁は破らせぬわ。申し訳ありません、天神様、直ちに取り戻します。参ったね、布と薬がいくらあっても足りやしねえ。正面に見ただけで足がすくって、これが限定ってやつか。生じたのもまた事実、今一歩を学ぶため世は集めてみようと思う。その方らと同じ強く響き合うついたる者たちよ。感謝するぞ友よ、その方らは世に新たなる熱を与えてくれた。
か。は、目につくものと申します。豊臣と徳川に開戦の兆しが見受けられまする。ほう、徳川か。以前に上杉が、うん、果たしてかの者に皇敵主の影があるや否や、それを確かめてみるもまた一興か。全軍二つ引き領を掲げよ。足利の名のもとに三河徳川へと申請する。はは、陽光のごとき絆の友よ。秀吉様、あなた様を支援する許可をどうか私に。
えて全てを明け渡すと義経様らしくもあるが、宣誓します。秀吉様、この鋼鉄をも食い破り、必ずやおそばにたどり着くと。この緒が土を舐めるがごとく、貴様の心の恐怖拳ごと砕いてやるわ。絆も情け弱さなどではないんだ秀吉殿。もっともっと束になってかかってきな。嵐開き、我らが主を信じよう。ほんの一時耐えるまでの拙者、己の未熟を思い知りまして、
らにとって天下創生は渡りに船。だが民にとっては平凡だ。あの戯れのせいで苦しんだ奴が大勢いるんだ。お前も無敵。立ち向かうは勇気か。いいな。無謀だ。一番俺は無敵の名を命尽きるまでお供いたしまする。無敵だ。無敵なのに下船の地にまみれてなお高貴なる赤に変わりなし。最強最強、俺様最強。動乱なくこの子もまた日の目を見せなかった。それはあまりにも許されざる罪とそう思わぬか。敵者が随分と震えておる。余
様相手では無理もないよ。進撃の時が訪れたか。では行くぞ。やろせる。どうだ。なせる限り。それでは行くとしようか。次なる神よ。
秀吉様、どうかお命だけは。さて、どれで行くか。しかし、まるで訳がわからないな、友よ。自らを貶めた敵のために大義を捨て去ろうとは、その方にとって創生とはその程度のものであったのか。今のわしには返す言葉も。家康、貴様！おっと、殺し合いは禁じ手だぞ。今のその方らは世の所有物に他ならぬのだからな。まあそのよ、天を見よ。世によってかき乱されたなればこそ時代の地が存在するのもまた道理。な、続け。
制されたくも是非もなし。物よ恐れよ、いよ第六天魔王なり。力強い。歴史の渦に消えるが、その方の定めだ。おのれ、足利が、拉致害なる人間ごときが。問題はない。世は熱き時代を作った。民草のすべてに熱き息吹を与えてみせた。それはまさに次なる者が互いに燃えたけり合える場を提供したことに他ならん。そして今世はその次なる者たちを手に入れた。さあ次なる友柄よ、世と戦え。その身が塵と化するまで。そして学ばせてくれ。向かい合い手のみ輝く熱き心を。座ったやすく治めるもまた他愛なく。しかし友にも対にもなれぬ。友よ覚えておけ、王とはこういうものだ。時代をめぐりし友柄よ、願わくば世のごとき王道など歩んではくれるな。世は人した。さみだれは梅雨か涙かこととぎす。我が名をあげよ雲の上まで。
私が敵。無理だよ天海様。はじめチョロチョ。え、こんな時のご飯の炊き方。金吾さんにも分かりやすく戦を料理に例えてみました。はじめは弱火で中頃つ。さあそろそろ強火の時間のようです。総大将自ら釜を燃え上がらせてください。怖そうなとこに僕を？待ってよ、やだよ。ちょいと手合わせだ。知られていない。待って、聞いてくれ。
聞かぬとあらば、この侵入者と共に切り捨てるまで。思い出せ勝家、かつてのお前を、それがしと共に歩んだ日々を。かつてなど深く地中に埋まりし覚えいし、もはや掘り返されることはない。いや、私は傀儡だ。これもただ一時の夢に過ぎない。それがしは諦めん。また必ずお前の前に立ってやる。
あなたがいる僕の中に。キハハハ、残念。俺の席なんだよ、ここは。昔からな。逆か。もてなしてやるよ、俺たちが。教えてやるぜ、わびさびをな。待て、止まれ、サビスケ。まあ、誰かいる、誰か来た、天海様。ダメです、それ以上僕に近づいては。クズ、この心、あなたは傑作だろ。こいつには入ってくるのさ、お前の頭ん中がな。黙れ、サビスケ。やめろ、僕はこんな戦いしたくないんだ。あ、俺が立ってやってんだろ、矢面に。お前じゃすぐにやられちまうだろうがよ。どうぞ、ワビスケには気をつけた方がいいぜ。お前の考えなら、そこの底まで筒抜けだからな。違う、僕は覗き見たいわけじゃない。嫌ならやっちまえって言ってんだ。そうすりゃ長く。選んでください、次こそは。俺とワビスケ、どっちの茶かもな。間違いですか、金吾さん自ら戦の指南を求めるなんて。天海様、なんだか目が怖いよ。上杉軍が川中島にて陣を構えました。武田信玄不在の隙を突き、伊賀海へと攻め入りました。憎き武田め、乙女の怒り思い知らせてやる。親方様がおられぬからこそ、この雪村命に変えても守りきる。巨大な地下道を発見。あれれ、なんてこった。ま、迷子じゃ。お尋ね者です、何か食材を隠し持っているかも。天海様、なんだか目が怖いよ。やっぱり戦なんか嫌だ、嫌だよ。来ましたね。しかし
すでにこの地は毘沙門天の手の上。上杉全軍、包み込みなさい。いつの間にやら囲まれております。恐るべし軍神、霧すら我が物として操るか。あるいはこのもやこそ、そなたたちの窓や反問を超えたわけだ。もはやためらいなし。皆の者、我が宝具となりてかささぎを撃て。ああ、剣神様、あなた様と共にあれるだけで私は。さあ、左右の陣を死守せよ。これらを落とされればハサミを撃たれるのみぞ。わかるものか。だから
だからこそ私は冷たくきらめく剣でありたい。魔人、このままではどうかお助けを。私など最良の防具と語ってくださった、その思いに応えるため貴様を倒す。ねえ、くの一料理ってあるの？食べてみるか。食材集めからしてもらうぞ。軍神の剣は膝をつかない。見破った勢いをその生き急がすともよかろうよ。君のおかずなんか焦げちゃえばいいんだ。あやとりと忍びの技で私の右に出る者はいない。戻りなさい、美しき私の宝。しとやかにめでられることもまた、そなたの務めです。承知いたしました。剣心様、どうかご分を。必ず無事に戻る、この私を。殺気立っても良いことなどありませんよ。
様、食べ歩き気分でいいんだよね。日の元に幾度となく繰り返されし選定の儀、いざ問わん、そなたは誠の主なりよ。乗り越えし者たち、宝具ならぬこの身でそなたたちの意志に報い、信玄さんに送ったお塩って欲しいのですか。他の者と相入れぬその勘、どこか生かす場があればよいのですが。
う帰って美味しいものでも食べてきたら。もうやっこめない。我振るは定位様のおかげだよ。食べて、僕からのお礼。徳川家康、何やら決心を固めたとのこと。豊臣陣営付近に松永の姿が。まましたか。少々天界様
まさか天界様、そんな、お面を取らなきゃ食べられない大きなあれを一人でマグマグする気なんだ。ずるいよ天界様。怖いよ、怖い。マグマグ、重要し見習い山中鹿之助、この砂があれなんだっけ、こちらに人探しの上手な寒天さんがいるって聞いたんですけど、この名探偵鹿之助に何かご用ですか。なんて、あなたは毛利被害者の会会長の金吾くん。副会長の鹿之助くんだ。なんだ、名探偵って君だったんだ。誰か食べ物を出ないと手が震えるよ。全員倒さねばこの地は落とせぬということか。俺たちの砂の世界に。
お願いします。鹿之助を無視しないでやってください。気がしたんだけど、こんなところにいるはずないよな。Thank you.
こんなことができる人物、それはただ一人。いや、しかし、そんな、まさか。ボヤさん、この山はヤバいっす。戦もの夜と孤独がむせびなき砂の防壁は生まれた。しかだてらに親父さんも頑張ってんだ。逃げるぜ。天海様がいなくなった時、金吾君は何をしてましたか？徹夜で一人鍋かな。それで天海様を誘おうとしたら、いくら探してもいなかったんだ。おやっさんすら寄せつけない危険区域、そこがそうか。ヒグマと、ヒグメは爪と牙の位置血を砕け。
力よ。話が全く噛み合わない。まさか残された仮面は犯人を示す死者の伝言。噛み切れない。死者も伝言。天界様、やっぱり何か食べに行ったのかな。僕たちの出番っすね。よし、行きましょう、おやつさん。下手人はキング君、あなたです。僕、天海様の羊羹なんて取ってないよ。ですよね、キング君が下手人なわけないっすよね。僕もそう思っていたっす。手がかりは仮面。仮面を取る必要性、それは天海様はものすごく大きいものを食べたかった。やっぱり僕もそう思ったんだよ。急いで追いかけて一緒にマウスマス。キングくん、
天海様が仮面を外してまで食べて、僕もやるの？なさいせよ。食べ物に心当たりは？わからないよ。あ、でも急がないと僕の無事なくなっちゃうかも。こうなる前に僕が駆けつけていれば。なんたる不守備。こうなったら日の本捜査も足を使って調査す。金吾君、僕の推理によれば天海様はこの京に。すみませんおやっさん、おやっさんの直感によればですよね。京都か。マグマグ、はっ。
あらゆるお肉とご飯を焼くため大活躍の大会バーベキュー。先輩様の目的はこれだったんだね。あの手が来たぞ。信長様に近づけるな。望みを叶えんがため、あまたのむくろが立ち並ぶか。なんだろうこの匂い。肉の焼き方が良くないよ。それとも食材選びが良くないのかな。燃え盛る本能寺を死肉に例えるとは、貴様やはり明智の手下だな。
それ式の討議にて世をもてなしうると思うてか。やはりあなたこそ私がハベルにふさわしきお方。丘の花にて誇るか散るか、なるがままぞ。守るのだ。元よりそれが武士の習わし。水秀、世を滅さんと欲す貴様の本性はいかに。もっと私だけを、信長子。
もし欲界へ赴くとおっしゃったら、その時は第六天魔王、そのついに座すは何者ぞ。毛布みたいに歯応えがないね。もちろん絹だよ。天界様
様もきっと僕を探しているんだよ。あなたを。だって天海様は僕のことをからかってないとつまらなそうなんだ。だから今頃退屈してるはずで。宇宙に帰っているでしょう。そうなの？教えてくれてありがとう。もしかして君天海様？そう、友達？行きなさい。いつまでもここにいるならあなたを料理して差し上げます。天海様！